どうも、ケイシーです。いつもご視聴ありがとうございます。キューブエスケープパラドックスの続きをプレイしていきたいと思います。では、始めましょう。とりあえず前回拾った新聞記事はこのケース23ファイルにセットするのかな？最後の証拠いいか。他にやれることはあるかな。そういえば個人情報ファイルに本の並びのヒントっぽいのがあったな。これこれ。同じような高さの本はどっちかわかりづらい。とりあえずそれっぽく並び替えてみよう。あれ、こんな感じじゃなかったっけ？これが正解だったようだけど、ほとんど適当だった。左のフクロウみたいなのなんだろう。もう一つのガラスのメゲット、なんかオカルトチックな内容だな。木製に見えるけど鉄のキューブゲット。よし、キューブをセットしよう。間違えた。さっき拾った鉄のキューブをセット。これもあと一つか。あとはガラスの目もセットしよう。お、セットしたら鼻から真っ黒黒けが出てきた。ん、真っ黒黒けが浮遊してる。オブジェと形が似てるな。おお、形が変わった。多分真っ黒黒助の形と一致するオブジェクトに合わせるんだな。移動するとついてくるのか。この謎解きが終わるまでは他のことができないっぽい。置き時計だったのか、わかりづらい。次はなんとなくわかった、タイプライターだ。次は大きな四角いもの。やっぱりテレビだ。次はもうあれしかないね。正解。終わりかと思ったらまだあるのか。またテレビみたいな大きさだな。あ、鏡か。やっと他のオブジェクトが選択できた。あれ、火のついた葉巻がゲットできた。おお、クリックで真っ黒黒助が消えていく。うわ。これ、大丈夫なのか。やばいよやばいよ。私はモブの服装。都会
入ってる場合じゃないか。あれ、ここは誰？私はどこ？どうやら脳内パズルをクリアしなければならないようだ。多分パネルを動かして左下の人を出口に移動させればよいのかな。お、拡大した。中の人も動かせるのか。黒いやつ消えた。隣には行けないな。隣が塞がってるから行けないのか。じゃあ、これならどうだろう。行けた。次はどうしよう。てかある部屋からしか拡大した状態から戻れないみたいだ。これでどうだろう。鳥頭じゃなくてウサギ頭もいるの。レバーを動かすと下の蓋が一瞬開く。あれか、グラスの水がこぼれた。次はこの水を下の部屋に流すんだな。これでとりあえず水を移せるかな。水が入ってる。水が下の部屋に移った。今度は右の部屋に移すのかな。今水が溜まってる部屋の下に何か仕掛けがあるのだろう。これでよし。やはりレバーがあった。よし、水が右の部屋に移った。未だに何のために水を移してるのか不明だけど。次は水のところに行けばよいのかな。これでいけるのか？なんか洗濯機みたいのがある。潜水艇なの？普通に水の中歩いてる。よかった、手がないのかと思った。これでもう抜けられるかな。いけた。部屋に戻ったけど、様子がおかしい。地面に血痕。まだいらっしゃるのですね。開くわけないか。とりあえずこの血痕は何かあるよね。あ、ハンカチで拭くのかな。床に何か跡がある。床が剥がれた。チラシの切れ端ゲット。チラシといえば電話の横にもあったけど、
何か関係するのかな。同じチラシか、4つも穴が意味ありそう。ただ重ねても当然ダメだよね。そうだ、裏返してやれば。OK、B、U、R、N、かな。これをタイプライターで打つのか。今度は上に文字、下に A。下の絵から燃えるものを選ぶのかな。真ん中の点線はハサミで切れた。動かせるということは下の絵に穴を開けて上の文字に重ねて対象文字を探すのかな。穴を開けるのはハマキかな。炎に関連する絵はダイナマイト、ろうそく。ハマキ、マッチ。あとはないかな。これで上に重ねると、タイプライターで打つのかな。 LIFE。 またか。今度は生物を選ぶのか。まず点線をハサミで切って、魚、虫、エビ、R、E、D。 同じようにタイプライターで R、E、D。 何回やればよいのだろう。今度は赤色のもの。点線を切って。バラ。トマト。唇。イチゴ。心臓。 D、V、Q、1、D。 次はテレビの Q、1、D、チャンネルかな。Look behind you.後ろ、特に何もない。というか途中に人影なかったか。うわぁ、どちら様でしょうか。ローラさん、お元気でしたか。あら、なんか目が危ないですよ。Move my face. 顔を動かすんですか。わわわ。The other way.異様なお顔ですね。これを動かしてる自分が信じられん。
れてきた。木村じゃなくてローラ、後ろ。気のせい。か、顔か。消えちゃった。ドレスの切れ端ゲット。そういえばこの鳥かごはまだ何も起こってないな。さっき拾ったドレスの切れ端はケース23ファイルの最後のパーツだったよね。ドレスの切れ端をセット。アルファベットのところに数字がある。多分証拠 BBABC の順の記号を下のダイヤルで入れるんだろう。頭が混乱する、覚えられるかな？よし、忘れないうちに急いで入れよう。結構流してしまった。ガラスのキューブゲット。これでキューブが揃った。赤い薬瓶ゲット。あれ、いつの間にか額に傷がある。もしかして扉の前の血痕って自分の血かな？かなり大量だったけど。確か本には薬瓶が3つ書いてあって。チラシの裏には青ではない、と書かれていた。扉のノブの色がヒントになるのだとすれば。赤と青以外のもう一つの薬瓶がよくわからないけど、拾った赤の薬瓶で正解なのではないかな。なんか怖いけど赤い薬飲んでみるか。あー、わー、やばいよやばいよ、やばいよやばいよ。ところから鍵が出てきたけど、この鍵はまさか。ここじゃない、というかここも開いてないな。開いたー。おお、やっと外に出れるのか。第1章はこの後もう少し続きますが、
私のプレイ動画はここまでとさせていただきます。続きが気になる方は無料ですので、ぜひご自身で挑戦してみてください。また動画の概要欄にも記載しておりますが、本作には有料310編の第2章があり、こちらをクリアして真のエンディングとなります。このゲームを気に入っていただけましたら、ぜひ第2章も挑戦してみてください。さらにゲーム中にテレビで実写の映像がちょいちょい出てきましたが、その実写のショートムービーも Steam から無料で見ることができます。ムービー上にもパズルのヒントがありますので参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、高評価のクリック、およびチャンネル登録をお願いいたします。それでは。